サムエル。サムエルは、旧約聖書のサムエル期に登場するユダヤの預言者、死士、民族指導者。名前の語義は、ヘブライ語で、彼の名は神。実在の人物である場合、紀元前十一世紀の人。父エルかな、母ハンナ。サムエルは、長きにわたって、子供を望んでハンナがようやく授かった子であった。母はこれに感謝し、 サムエルを白の祭祀エに仕えさせた。エリは自分の息子たちの不貧乏を恥じ、サムエルを愛した。幼いサムエルは寝床にあって神の言葉を聞き、成長して主の預言者として認められるようになった。サムエルは宗教的指導者、祭祀かつ政治的民族指導者、獅子,子として活躍した。晩年になって民が王政を望むと、サムエルはその日を説いたが、 引き入れられず、サウルを初めての王として建てた。イスラエルは、サウル王のもとで団結し、周囲の民族と戦ったが、神のアマレク人を殲滅せよという命令に、サウルが背いたことから、サムエルは密かにダビデに油を注いだ。ダビデは、ペリシテの勇者ゴリアテを打ち、建物の名手として、サウルに仕えたが、サウルは、彼の人気を妬んで命を狙った。 サウルを殺害するチャンスはあったが、神の選んだ人に手をかけられないと言って手を触れなかった。ダビデのごとによって、サウルから悪霊が出ていった。サムエルは、死んで、ラマタイムツオフィムに葬られた。サムエルの家族については、以下の通り、サムエルの出身氏族については、サムエル記によると、父エルカラが、エフライムの出身となっているが、資料により違いがある。 サムエル記によれば、主がサムエルに最初に言葉を語ったのは、最初エリの身に起きる災いについてであった。主はまた三度目に、サムエルを呼ばれたので、サムエルは起きて、エリのもとへ行って行った。あなたがお呼びになりました。私は、ここにおりますその時、エリは、主がワラベを呼ばれたのであることを悟った。そしてエリはサムエルに言った。行って、寝なさい。もしあなたを呼ばれたら、しもべは聞きます。 周囲をお話し下さいと言いなさいサムエルは言って自分のところで寝た。サムエル記上三、八から九、その日には私がかつてエリの家について話したことを初めから終わりまでことごとくエリに行うであろう。私はエリに彼が知っている悪事のゆえにその家を永久に罰することを告げる。その子らが神を怪我しているのに彼がそれを止めなかったからである。 サムエル記上三、十二から十三。サムエルはその経験を転機とし、その後も城で奉仕を続けていくと、その評判は国中に及び、主の預言者としてイスラエルの人々に認められていく。サムエルは育っていった。主が彼と共におられて、その言葉を一つも地に落ちないようにされたので、ダンからベールシバまでイスラエルのすべての人はサムエルが 主の預言者と定められたことを知った。主は再び白で現れられた。すなわち主は白で、主の言葉によってサムエルに自らを表された。こうして、サムエルの言葉はあまねくイスラエルの人々に及んだ。サムエル記上3、19から21。その後イスラエルは宿敵ペリシテ人とのアペクでの戦いに惨敗し、契約の箱も奪われ、 エリの二人の息子も殺され、それを聞いたエリもショックで倒れて死亡する。サムエルは人々に他の神々を捨て去り、一心に主に仕え立ち返るなら、主はペリシテ人から救ってくださると言い,い、皆を集めて祈った。そこにペリシテ人が攻めてくるが、雷が敵の上に轟くと敵は乱れて逃げていった。こうしてサムエルの指導者としての地位は確立した。 サムエルが反罪を捧げていた時、ペリシテピットは、イスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし、主はその日、大いなる雷をペリシテ人トの上にとどかせて、彼らを乱されたので、彼らは、イスラエル人の前に敗れて逃げた。イスラエルの人々は、水パを出てペリシテ人トを追い、これを打って、ベテカルの下まで行った。その時サムエルは一つの石を取って、 水パとエシャナの間に据え、主は今に至るまで我々を助けられたと言って、その名をエベネゼルと名付けた。こうしてペリシテビトは征服され、再びイスラエルの領地に入らなかった。サムエルの一生の間、主の手がペリシテビトを防いだ。ペリシテビトがイスラエルから取った町々はエクロンからが手までイスラエルに帰り、イスラエルはその周囲の地をもペリシテビトの手から取り返した。 また、イスラエルとアモリ人との間には、平和があった。サムエルは、一生の間イスラエルを裁いた。サムエル記乗、七、十から十五。サムエルは、オイルと、二人の息子、ヨエルと、アビアに、ベールシバでの裁きを委ねるが、息子たちはワイルを取るなど道を外したので、イスラエルの長老たちから、他の国のように人々を裁く王を立ててほしいと、訴えられる。サムエルは、 気が進まず主に祈ると、主は、彼らは、私が王であることを認めず、今日まで、私を捨てて、他の神々に仕えてきたと言いつつも、彼らの望み通りするように告げる。そして、サムエルは、王を立てると、息子や娘を、兵役や私役に取られたり、税金も取られ、奴隷となることもあると人々に話すが、人々は聞き入れなかった。また、あなた方の羊の十分のを取り、 あなた方は、その奴隷となるであろう。そしてその日あなた方は、自分のために選んだ王のゆえに呼ばわるであろう。しかし主はその日にあなた方に答えられないであろう。ところが、民は、サムエルの声に聞き従うことを拒んでいった。いいえ、我々を治める王がなければならない。我々も他の国々のようになり、王が我々を裁き、我々を率いて、我々の戦いに戦うのである。 サムエル記上八十七から二十主は、サウルを王にするようにサムエルに告げる。サムエルは、サウルの頭に油を注ぎ主の言葉を伝える。そして皆の前で駆除を行うと、サウルが最後に選ばれた。その一方で人々に対して、主がいかにして、人々を救ってきたかを解き、この先もそれができるのは、主だけであることを強く解き、 不思議な力で雷と雨を降らせ、皆を恐れさせた。明日の今頃、あなたのところに、ベニヤミンの力、一人の人を使わすであろう。あなたはその人に油を注いで、私の民イスラエルの君としなさい。彼は、私の民をペリシテ人の手から救い出すであろう。サムエル記上九、十六、その時サムエルは、油の瓶を取って、サウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。 あるはあなたに油を注いで、その民イスラエルの君とされたではありませんか。あなたは、主の民を治め、周囲の敵の手から彼らを救わなければならない。サムエル機乗、十、一、またベニヤミンの部族をその子族に従って呼び寄せたとき、マテリの氏族が、九時に当たり、マテリの氏族を人ごとに呼び寄せたとき、騎士のコサウルが、九時に当たった。サムエル機上、十、二十一、 私は主に呼ばわるであろう。その時主は、雷と雨を下して、あなた方が王を求めて、主の前に犯した罪の大いなることを見させ、また知らせられるであろう。そして、サムエルが主に呼ばわったので、主はその日、雷と雨を下された。民は、皆非常に死とサムエルと恐れた。サムエル記状、十二、十七から十八サムエルは、 戦いの前に生に家を捧げるが、ある時サウルが逼迫した戦況のため、サムエルが来るのを待ちきれずにやむを得ず、反罪を行う。サムエルはそのことを責め、主の命じられたことを守らなかったために、違う者が王になるだろうと言った。その時サムエルは言った、あなたは何をしたのですか。サウルは言った、民は私を離れて散っていき、あなたは定まった日のうちに来られないのに、ペリシテ人が、 憎ましに集まったのを見たので、私はペリシテ人が今にもギルガルに下ってきて、私を襲うかもしれないのに、私はまだ主の恵みを求めることを知っていないと思い、やむを得ず、反罪を捧げましたサムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたは、あなたの神、主の命じられた命令を守らなかった。もし守ったならば、主は今あなたの王国を長くイスラエルの上に、 確保されであろう。しかし今はあなたの王国は続かないであろう。主は自分の心にかなう人を求めて、その人に民の君となることを命じられた。あなたが主の命じられたことを守らなかったからである。サムエル記十三十一から十四サムエルはサウルにかつてイスラエルに敵対したアマレク人とその持ち物すべてを滅ぼし尽くすように命ずる。 サウルは言って、これを滅ぼすが、家畜などの良いものなどは残し、アマレクの王は学を捉えたもののこれを許した。そのためサムエルは、主はサウルを捨てて、王の位から退けられたと、サウルに告げた。そして二度とサウルに会うことはなく、しかし、サウルのために悲しんだ。サウルはサムエルに言った、私は、主の声に聞き従い、主が使わされた使命を帯びていき、アマレクの王、 アガグを連れてきて、アマレク人を滅ぼし尽くしました。しかしミンは滅ぼし尽くすべき者の,のうち最も良い者を、ギルガルで、あなたの神、主に捧げるため、うんどり者のうちから、羊と牛を取りましたサムエルは言った、あるはその見言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。ミよ、従うことは犠牲に勝り、聞くことは、お羊の死亡に勝る。背くことは、 占いの罪に等しく、公女は偶像礼拝の罪に等しいからである。あなたが主の言葉を捨てたので、主もまたあなたを捨てて王の位から退けられた。サムエル記場、十五時二十分二十三。主はサムエルに新しく王になる子を探したので、行ってその子の頭に油を注ぐように命ずる。サムエルはサウルがそれを聞けば、私を殺すでしょうと懸念するが、 命じられるままに祭儀を行うという名目で、別レヘムに行き、姿が美しいダビデに出会うと、彼の頭に油を注いだ。ダビデはサウルからも調和を受けるようになり、サウルの息子ヨナタンからも愛されるが、ダビデの名声が次々と高まるにつれ、サウルは恐れ始めるようになり、彼を殺そうと図るようになる。ダビデはサムエルがいるラマに行き隠れた。やがて年老いたサムエルは亡くなり、 ダマに葬られ、イスラエル中の人々がその死を痛む。そこで人をやって、彼を連れてきた。彼は、血色の良い、目の綺麗な、姿の美しい人であった。主は言われた、立って、これに油を注げ。これがその人であるサムエルは、油の角を取って、その兄弟たちの中で、彼に油を注いだ。この日から後、主の霊は、激しくダビデの上に臨んだ。そして、 サムエルは、立って、ラマへ行った。サムエル機上、十六、十二から十三、ダビデは逃げ去り、ラマにいるサムエルのもとへ行って、サウルが自分にしたすべてのことを彼に告げた。そして、ダビデとサムエルは行って、ナヨテに住んだ。サムエル機上、十九、十八、さてサムエルが死んだので、イスラエルの人々は皆集まって、彼のために非常に悲しみ、ラマにあるその家に、 彼を葬った。そして、ダビデは、立って、パランの荒野に下っていった。サムエル記二十五一この後、サウルは、ペリシテ人との最後の決戦を前に、占い師に、サムエルの霊を呼び出させ、戦の結果を聞く。しかし、サムエルの予言は、生前同様に厳しい内容であり、それを聞いたサウルは気を失い、翌日その予言は実現し、 サウルもその子供たちも殺されてしまった。主はまた、イスラエルをも、あなたと共に、ペリシテ人の手に渡されるであろう。明日は、あなたも、あなたの子らも私と一緒になるであろう。また主は、イスラエルの軍勢をも、ペリシテ人の手に渡されるその時サウルは、直ちに、地に伸び、倒れ、サムエルの言葉のために、非常に恐れ、またその力は失せてしまった。サムエル騎乗 28,19から20。妥協を許さないサムエルの姿勢と王として柔軟に対処するサウルの間には多くの圧力が生じていた。それは教会と国家の間に起きる圧力と似ているとも言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。